今はどういう仕事してる？内容的には今は YouTube ドラマの、1話10分で4話分ある、ドラマで言うと1話分ぐらいの尺のドラマのプロデューサーを今やらせてもらってるのと、あと映画のメイキングをやってます。もう P やってるんだね。3年目だよ。そうです、3年目で P やってる。優しい先輩方に支えられないから、私一人じゃ絶対できないです。本当に全部初めてみたいな。だからいわゆるプロデューサー業で必要なことを今回、少し規模小さめですけど、キャスティングとか、予算のこととかスタッフさんのこととか、もうもろもろいろいろな面で、事前準備からいろいろ出してもらって、今はちょうど撮影終わって編集期間に入ってて、で今回宣伝とかもこっち側でいろいろ打ってやっていくっていう形なので、今まさきと一緒に宣伝プランを考えてる最中です。もうずっとずっと後半半年ぐらい、最近半年ぐらい、もうずっとセットみたいに。そうかも、2人組で見るかも。そうだから私その映画のメイキングは行ってないんですけど、そのもう管理してる方に間違われて、なんかまさきも行ってるんだっけって昨日も言われて、あ、私それ無関係ですみたいな。そうめっちゃずっと一緒に動いてるから、私はだからその宣伝と、今は宣伝ですね。で次作品別なんで、それの合流前って感じだから、やっと別です。やっと別です。離れられます。はい、悲しいでしょ本当は。でもね、ご飯行ったりは、多分すると思うから、全然大丈夫。YouTube のさ、ディレクターもやってるよね。 YouTube のディレクター、YouTube チャンネルの、そうですね、去年、1年半くらい、入社1年目の夏ぐらいからタレントさんの YouTube チャンネルをずっと編集とか企画とかもろもろ、ちょっとそこはワンオペでしたね、完全に。でも先輩にアドバイスいただきながら、自分なりに、だから自由度はめちゃくちゃ高いです。自分で企画して、自分で撮影行って、自分で編集して、自分で投稿して、だから全部反応も見れちゃうし、だからそれを見つつでまた次の企画どうするかとか考えてっていうのをやらせてもらってました、ね、ドラマと並行しながらやってました。いやでもこんなね、自由にやらせてもらえることないから、入社2年目とか、いや本当に完全にカメラ持って、完全に自分のさじ加減で全部やっていくみたいな感じだったので。 P も D もやれてるってことだよね。じゃあ肩書き上は肩書き上はでもありがたいです、そういう環境に置いていただいて。私はでもずっと1年目からの AD やってて、バラエティの AD をやっていて、そうだね、ヒップホップの番組のやったりとか、最近だと旅番組をやってたりとか、バラエティの AD は結構ロケ、その企画の段階の制作の会議から、ロケから編集やって納品まで、全部オールマイティに、ドラマと違ってそう細分化があんまりないから、オールマイティにできるから、それは結構自分的に楽しい。タスク量がだってドラマだったら、だってお弁当発注すら分けられてるけど、バラエティは AD さんがやりますもんね、お弁当も。最初それが一番大変かもね、慣れるまでは、量が。具体的にひかるさんはどういう仕事をするんですか、その中で。具体的には、会議とかだったらもう資料作りから、ロケの場所が決まったらロケ班して、でロケの資料作ってとか、いろいろ連絡して、演者さんとも直接やり取りすることがあるし、スケジュールとかも自分たちで組み立ててやって、機材も全部そうなんよ、機材も発注して自分で、でセッティングも全部して、実際ロケに持ってってとか、でディレクターさんと
撮影して帰ってきて、で詳しく言うとなんか素材、はい、素材を編集できるものに変換をして、うん、で編集して、うん、編集所っていう箱に入ってやっていくっていう、うんうん、いや本当に全部、うん、やること多すぎて、うん、それを何人でやるんですか？それはでも番組ごとに違うけど、うん、だいたい AD さんは3人ぐらいはついてるかな、一番組には少なくても、うん、インターンしてインターンしてとか、ディレクターさんが例えば4人いたら1人、うん、につき1人 AD がついてみたいな、うん、もう担当、そう担当がいてっていう、うん、でもなんかそのドラマとバラエティでなんでこんなに違うんだろうって思いますよね、そうだね、そうだよね、ドラマの A、うん、あ、ドラマって AD さんっている、助監督、助監督っていう名前なんだよね、名前も違う、そうですね、もう本当に助監督は助監督内のことしか、うんうん、逆に他部署のことをやるとちょっと言われるぐらい、うん、あ、そうなの、なんか自分の部署のことだけをしっかりやってください、うん、で、プラスアルファで他部署のこと手伝ってもいいですよ感じなんですよ、ロケハンとかも制作部さんが担当してるから、お弁当とかも、うん、そこも全然また別部署っていう扱いなんですよ、うんうん、ね、ドラマもドラマですごい大変だもんね、いやどうなんですかね、あまりにもどっちもどっち、うん、どっちもどっちだねでも前一回ドラマね、そう一回行って唯一どっちも、確かにどっちもやってる人あんまり、うん、いないですね、でも言えば本当にドラマバラエティに行って、うん、ドラマやりたいですって言えば行けるし、うんうんうん、逆もあるしっていうのはいいとこだよね、うんうん、確かにそうですね、めっちゃ意見聞いてくれる自分がわがまま言ってるだけかもしれないけど、なんかこれはどっちがいいとか、うん、めっちゃ相談してくれるから、うん、なんか次この作品があって、うん、これでやる、なんか助監督として入るか、うんうん、AP っていうプロデューサーの下についてやるか、うん、とか、まあ、すごい意見、うん、まあ、通るかどうかは置いといて、うんうん、すごい今の気持ち聞いてくれて、うん、聞いてくれる人がちゃんといるもんね、はい、うん、でなんかまた数日経ってなんかまた聞いてくれて、うん、なんか心がそうしてるって、そうだから変えてほしいのかなとかも思うけどでもまあすごい聞いてくれるから、うん、なんかその自分の意見はとりあえずその言える機会を作ってくれるのがありがたいなって、うん、ね、いいとこいいとこ、やりたいことを忘れずに入れるかもしれない、うん、それで言うと、うん、なんか言われたことばっかりやってると忘れちゃいそうじゃないですか、うん、でもなんか立ち止まる機会がワンクールごとにあるんで、そこでもう一回聞いてくださるんで、それでこういうのやりたいですっていうのが言えるっていうのは結構でかいかもしれない、うん、逆に言わないと流されちゃうっていうのはあって、まあ、正直ドラマはあの絶対にあの会社にはオファーはあるので、作品は毎月あるんですけど、そのどこに入るかみたいなのも普通に座ってるだけでも決まっちゃうっていうのはあるんですよ。言わなくても普通に振り分けられる番組に、良くも悪くも、良くも悪くも、だからこそあの自分がこれがやりたいとかがあるんだったら言わないとっていうのはあると思います。その言える環境がある分言わないと、うん、自分発信していかないと、そうそう、でもそれ前にも言われてなんか私が悩んでてというか、なんかあんまりこれしたいみたいなのがなかったんで、なんかぽやーっとしてたら言わないとなんかこうされちゃうよみたいなこんな感じになっちゃうよみたいな感じで言われて、忠告された、忠告されて、でもそういう派の人はいいと思うんですよ、うんうん、なんか一回興味ないこともやってみたいみたいな、うん、でそっちはそっちで経験したいみたいな感じで思うなら一回流されてもいいと思うんですけど、うん、とか、まあ、それを言うとか、うん、あの違うこともやってみたいとかって言ってみたりはいいと思うけど、うん、でもすごい話す機会が多いから、うん、なんか自分の気持ちは結構明確にずっと持ててるし、うん、持ってるなら言った方が得、うん、得です。